やっと放課後か。今日は鍛錬の予定もないし、家に帰ってゲームでも。そいつを引き渡せ。そうよ、早くしないとあんたもひどい目に遭うわよ。待て、その前に話を聞かせてもらおうか。なぜ彼女を追い詰める？何があった？何かって、そいつは希少な薬品を片っ端から盗んでいたんだよ。重要な研究データもよ。実験道具も金目のものは全部だ。なるほど、分かった。引き渡った。何？あなたたち、クルだったのね。いや、むしろ主犯のようだな。お前は。お前はリリム。あれ、バレちゃった？ピエーン。あ、ルーマじゃない。どうしたの、この人だかりは。するなんてカエル化現象なんだけど。
は？彼女？何よその女、説明しなさいよ。リリムは何をしたんだ？今の力でも使ったのか？釈明を、いや、理由がわからないまま何かしても逆効果の可能性が高い。ここは逃げるしかない。そうだよね、オヤミンならこの状況そうすると思ってたよ。くっ、たまには自転車で通学するのも悪くないな。遅刻しそうだったからこっそり乗ってきたけど、首からうちょっちゃく。シカノスケ、すまん、少し借りるぞ。おい、フーマ、何するんだ。ごめんね。しれっと体重かけてるからだろうが、さっきみたいにちょっと体浮かすくらいはしてくれよ。足ギャルだし、そんなことは無理寄りの無理っていうか、もう疲れたからのバテコよ。ああ、もうその喋り方腹立つな。なんでまたそんなギャルみたいな。だって学園に忍び込むのは私もやっぱ学生になりきらんと勝たんみたいな。人間界の女の子の最先端なんでしょ。勉強したんだから。映え最先端って、まあそうとも言えるかもしれんな。
いてあげよっか。ちゃんと映えそうなハンカチ持ってきてるんだ。この辺に。あ、リリム？また野郎、しっかり捕まってろ。返事。軽くなってよかったんじゃないの？バカ、冗談でもそんなこと言うなよ。聞こえないぞ。普段はお仕置きばっかりするくせにって言ったの。それとこれとは別だろうが。いくらお前が昭和ある小動物コンビの片割れだって言っても、女の子は女の子なんだから体を大事にしろって言ってるんだ。大体な、俺がお仕置きするのはそんなことばかりやってたらいつか本当に取り返しのつかない目に遭うかもしれないからでもあるんだからな。急に女の子扱いしないでよね。あ、あ、そうだ、こんな格好してるからでしょう。そっか、ようやく親便もリリムちゃんの可愛らしさに気づいちゃったか。はいはい、可愛い可愛い。俺は普段のお前もちゃんと可愛いと思ってるよ。分かったらもう黙って捕まってろ。また落ちるぞ。